ロールスロイスホールディングスは GE アビエーションに続き世界で2番目に大きいイギリスの航空用エンジン製造会社である防衛航空宇宙、艦船、発電等も手掛けるロールスロイスはロッキードのトライスターに搭載する予定の新型エンジンである RB211 の開発の難航により経営難に陥り1971年に国営化された以来 航空機エンジンの分野が長年、売上の大半を占めるようになり、1973年には自動車部門を切り離し、1987年、サッチャー政権下で再び民営化された、ロールスロイスの防衛航空宇宙部門は世界で17番目であり、2005年のグループの売上の21%を占める、民間航空機向けの売上は53%、 船舶向けは17%、発電向けは8%を占める。詳細は、ロールスロイスを参照1906年に設立されたロールスロイスは、当初自動車の製作を行う会社であり、最初の航空機エンジンが製作されたのは1914年だった。その後1920年代末までには、航空用エンジンの販売は、同社の売り上げの大部分を占めるようになった。 会社設立者の一人であったヘンリー・ロイスが最後に設計したマーリンは1935年に完成し第二次世界大戦では多くの連合国側航空機に搭載された。1960年代、ロールス・ロイスは航空機用エンジン RB211 開発において大幅な軽量化を目論んだ炭素繊維製のファンブレードハイフィルのバードストライク試験における失敗による 開発の難航や自動車部門の不振などによって経営難に陥り、1971年には経営破綻、イギリス政府の管理下に置かれた。当時の首相であったエドワード・ヒースによってロールス・ロイスはイギリス国有化された。1973年、自動車部門がロールス・ロイス・モータースとして分社され、ビッカースに売却された。航空機エンジンの製造をはじめとする。 工業部門は国有企業として営業を継続。1980年代には民間航空機向けエンジンへの参入を施行し、17機種の異なるエンジンを供給するまでに成長した。同時期、民間航空機向けに供給されるエンジンは、ゼネラルエレクトリックが14機種、フラットホイットニーが10機種だった。マーガレット・サッチャー政権下の1987年。 再度民営に戻すことが決定され、現在に至るロールス・ロイス PLC はここに成立した。1988年、重工業で発電、送電に強みを持つ、ノーザンエンジニアリング・インダストリーズを参加に収めるなど他社を次々に参加に収め、業界再編を促した。サッチャー政権下の追い風もあり、当時、衰退しつつあった、イギリスの重工業に、再び、 競争力を取り戻すようにリストラクチャリングを行った。1990年、BMW と合弁で、BMW ロールスロイスを設立、BR700 エンジンを供給する。最新製品は、ガルフストリーム G650 用の BR750 である。1994年11月、米国の航空機エンジン製造会社である、アリソンエンジンを参加に収めたと発表した。 ロールスロイス PLC は、かねてより、アリソンの買収を目論んでいた。アリソンを参加に収めたことにより、新たに民間機向けのエンジンが4機種増えた。それにより一部の機種で重複するものが出てきたが、後に集約された。また、それまでアリソンが供給していたアメリカ軍向けの供給の存続が危ぶまれたが、アリソンとロールスロイスは安全保障を危険には、 さらさないという趣旨の共同声明を出した。ロールスロイス・トレント9001996年にエアバスは A3XX 向けのエンジンとしてトレント900エンジンに選択権を与えることを合意し、ロールスロイス PLC は大型機向けエンジン市場に参入した。また、低エンジンの販売によって地域航空部門での地位を高めた。 1999年にクーパーエネルギーサービシーズ、ビッカース、エアモーティブを買収した。2000年には、BMW ロールスロイスの BMW 株を獲得し、ロールスロイスドイツとして参加に収めた。これらの獲得1 0 6 3億ポンドが費やされた。ロールスロイス PLC は、ビッカースの獲得によって、海洋分野への進出を本格化させた。ビッカースは、 買収される以前に、スウェーデンのウォータージェットメーカーであるカメは、スコットランドのソーダ機器や、スタビライザーメーカーである、ブラウンブラザーズ、ノルウェーの大型船舶向け機関メーカーである、ウルスタインを買収し、その事業を拡大していた。ビッカースの軍用車両部門である、ビッカースディフェンスシステムズは、2002年にアルビス PLC へ売却した。ロールスロイスのターボファンエンジンは三軸式という、 特徴がある。またファンブレードは、チタンの板を3重に重ねて、摩擦角半接合で接合して内部から加圧して、成形された中空のファンブレードを採用し、GE が複合材料性を採用しているのに対して異なるアプローチをとっている。RR が複合材料性のファンブレードを採用しないのは、RB211 の開発時に当初採用した。 複合材料製のファンブレードでの開発が難航したのが一因との見方がある。旅客機用、編集地域航空用、編集ヘリコプター用、編集攻撃機用、編集ヘリコプター用、編集輸送機用、編集練習機用、編集戦闘機用、編集回転翼機用、編集無人機用、編集ガスタービン、編集ディーゼルエンジン、編集推進機、編集潜水艦用、 編集流体軸受け、編集ガスタービン、編集圧縮機、編集ガスエンジン、編集往復機関、編集発電装置、編集ハット www.defensews.com、トップ100ディフェンスコントラクターズ2007ハットロールス、ロイスロールス、ロイスアニュアルレポート2005競合、ありがとうございます。